I'm not afraid to die.
知らない？昨日卒業されたアクロアのレオさん。大丈夫？皆さんこんにちは、私たちフリーミューガールと。あれ？マイク渡してあげて。スキップスです。よろしくお願いします。お、マイク大丈夫ですか？叩いたらダメだ。一番やっちゃいけないです。はい、ではちょっと早速自己紹介の方させていただきます。じゃあ真ん中のマリンちゃん。はい、君と恋すれば燃える担当の小桃マリンです。よろしくお願いします。マリンちゃん、はい、私が何々をって言ったら皆さん大きな声で見れって叫んでください。いきます。横断歩道を渡るときは右を見る、左を見る、ベビーブルー担当のミルです。ペンライトは白色振ってください。よろしくお願いします。ミルちゃん、はい、ドリーミーガールの妹グループスキップスの黄色担当ハニーです。よろしくお願いします。ミルちゃん、はい、本日はこの3名でパフォーマンスさせていただきます。グループの、ね、公式のツイッター X アカウントや、メンバーの X アカウントフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。では早速、あれです、私たち久々に見たよって人、はい、いっぱいいます。そう、7ヶ月ぶりです。はい、待ってました。待ってました久々ぶりでね、緊張してるんですけど、これからどんどんめちゃくちゃイベント出る予定なので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、それではじゃあ告知の方お願いします。はい、じゃあ告知の方に移らせていただきます。まず10月の告知から行います。まず10月の20日の日曜日にレトルーズさん主催のイベントにイブサンバビルマリンで出ます。でその翌週の27日の日曜日に、ベイサイドさんの方で、シャイニングスターズさんのイベントのバースデーイベントに一部ビルマリンで出演します。はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。27日からも詳細出てるんで、そうなんですね。あのレッドローズさんの方でも3部に、菊間さんの方に出させていただきます。よろしくお願いします。そして11月の9日の土曜日にドリームダンスステージさんの方に、私はチンテールは22歳までと、セブンスターズさんの方と、フルちゃんは、私は、セブンスターズさん同じ2チームと、イヒョインズコラボの、イノセントというグループで出させていただきます。3部3回出ます。3部いっぱい見る前に出るので、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、私は、さっき2部の方ではちょっと日程を言い間違えてしまったんですけども、11月10日、に、ここベイサイドさんで、レッドローズさん主催のアイドルバスターライブに、スキップスで今回出演させていただくことになって、ますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさん来るといいですね。はい、すいません、あれなんですけど、今日ちょっとですね、いろいろ撮影とかしていただいたんですけども、スキップスの公式アカウントの方にその動画とか画像とかを一旦送っていただいて、でこちらで掲載許可を出してから、それを投稿していただきたいなという形を取っておりますので、よかったら送っていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは後半は目指すミルマリン曲となっております。楽しんでいきましょう。はい、お願いします。Thank you.
その後のサークルファングリングサークルファングリングでママチューしております。予約してくださってる方は一番最初にゴミの写真を撮るので一番最初に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。